アイドルグループ NMB48 の山本さやかが30日、東京、中野サンプラザで行われた全国ツアー、NMB48 ライブツアー2018愛。Nサマー、初日公演で、グループからの卒業を発表したことを受け、HKT48 の指原莉乃が同日、自身のツイッターでコメントした。指原莉乃山本の卒業発表が報じられてから、とつぶやいた指原。その後、どのくらいの期間があるのかわからないけど思い出たくさん作ろう。実は新芽の多いさやねー。自慢のメンバーです、とツイートし、さらに、あんなに可愛くてあんなに才能ある人がよくここまでいてくれたなって本当に思うの。悲しさもあるけどそれ以上に感謝しかない、と綴った。山本は公演で、ここ数年、何度も、卒業、という2文字が浮かんでは消えていたことを明かした上で、自分以外のセンター曲などを俯瞰で見たところ、私が離れた方が NMB48 の起爆剤になる、若いメンバー、新しいメンバーにこれからの NMB48 を作ってほしい、と卒業を決意した思いと説明。また、生涯現役で、もっと音楽の勉強をして皆さんの前で歌っていきたい、と音楽活動に専念することも明かした。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。